皆さんこんにちは、アイです。今日は鶏むね肉の安心の調理法を紹介したいと思います。今日はねちょっと時間があるので紹介していきます。これはですね、鶏屋さん、あの宝塚の鶏専門店の鶏屋さんで買った地鶏です。で、皮を買ってきたら皮を、すいませんちょっと煮干しが、皮を剥いでたっぷりのお水に一晩浸しておきます。でそこにちょっとお酢を小さじ2から大さじ1入れておいてください。たっぷりのお水に一晩お酢を入れて酢水に浸すことで残留ホルモンとか、あと不純物、環境汚染物質とかを抜くことができます。お酢がなかったらね、レモンを、レモン汁を絞ってレモンの輪切りとかと一緒に浸しておくこともおすすめです。お肉もね、あの酸で柔らかくなるし、お酢の酢酸とかレモンのクエン酸で、あのちょっとだけ酸を入れることですごく柔らかくなるし、そういう不純物も抜けるので、一晩お水に浸しておくことがおすすめです。夏場はね、冷蔵庫の中で浸しておいて、冬場はねもう廊下とかで、あのたらいとか、あの鍋とかに入れて酢水に浸しておいてください。でその後、あの皮を剥ぎます。皮を剥いで捨てて、でその後たっぷりのお湯を入れて、塩麹、塩麹がなかったらお塩一つまみでもいいし、お塩を入れて、私は昨日塩麹と、あと昆布と煮干しだけでふっくら蒸しました。で、あのめっちゃ柔らかくふっくら蒸す方法はこんな風に、すごく柔らかい、お箸もストンと通りますあのめっちゃ柔らかくホロホロに蒸す方法は、まずこの、あのひたひたのお水と塩麹ちょっとだけ入れて、昆布と煮干しはなくてもいいです、入れて、あの沸騰させます。沸騰させるって言っても完全に沸騰するんじゃなくて、ちょっとコトコト、あの沸騰直前で火を止めて、そのまま蓋をします。こうやって蓋をして、でですね、あのこういう保温機能がある調理器具の場合は、このまま保温にして、で、あの今回は鶏むね肉大きいの2枚なので、あの55分とか1時間保温にしました。そうするとこんな風に、あの中までふっくら火が通るけど、あの固くならない、すごいホロホロの鶏むね肉が煮えます。これ豚肉とかでも応用できます。豚肉とか牛肉でも、とにかくお肉は、あの結構低温っていうか、なんだろう、100度以下の低温でじっくり調理すると柔らかくなります。で他の方法は、下処理したたっぷりのお水に一晩浸した鶏肉に塩麹を塗って、また一晩冷蔵庫で寝かせて、それをひたひたのお水で茹でるという方法もあります。またね、詳しい調理法、アイモン料理部、アイモンクックパッド、アイモン料理部に載せたので、あのそのレシピを下にリンクしておきます。これね、あの下処理して、それからあのお水と昆布だけで茹でると、猫ちゃんのあのおやつにもなります。細かく裂いて鶏むね肉とかささみとかあげると、とてもあの栄養補給にもいいし元気も出ます。鶏むね肉は、あのなんだっけな、なんかあの飛ぶための栄養素、忘れちゃったけど、なんて言うんだっけな、なんとかペプチドっていうのが含まれてて、すごく疲労回復にいいとされています。だからね、旦那が疲れてる時も鶏むね肉とか、あとビタミン B 群を多く含む豚肉とかを調理することが多いです。で、これは薄く切って鶏ハムみたいにして、よく洗った青じそ、こういうのもね、農薬が多いので、手でこう挟んで、何回も挟んで、あの流水の下でよく洗うことをお勧めします。これはまだ洗ってないんだけど、こんな風に下を切って、ちょっとここの部分だけお水に浸しておくと、冷蔵庫の中ですっごく青じそは長持ちします。青じそ巻いて出したり、あのサンドイッチに挟んだりしても美味しいし、作り置きに最適です。
冷凍したらすごい長く持つし、冷凍しなくても冬場なら、1週間ぐらいは大丈夫です。夏場は3日いないぐらいに食べた方がいいです。でもね、すぐみんな鶏むね肉好きなのでなくなっちゃうので、3日以内には食べきれると思います。でね、鶏の皮は剥いだ方がいいです。よく節約レシピとかで鶏皮を調理するレシピってなんかこうテレビとかで紹介されてるけど、動物の脂質、特に鶏の皮とかにはそういうホルモンとか環境汚染物質とか、魚もそうだけど脂質にマイクロプラスチックとかがたまりやすいです。マイクロプラスチックはプラスチックがもともと石油系から作られてるので、オイルに溶けやすいです。なので、なるべくね、鶏むね肉調理するときに鶏皮剥ぐのがめんどくさい人はもう皮なしを買えばいいと思います。ゴム手袋して鶏皮を剥いでから調理することをおすすめします。あとね、生の鶏肉はすごい危険なので、すごい菌がいっぱいいるので、どんな鶏屋さんで売られてる鶏肉もお肉は菌がいっぱいいるので、必ずゴム手袋するか、もう手を生の鶏肉触った後は石鹸で爪の間までよく洗ってください。で、流しとかもよく殺菌した方がいいです。アルコールとかね、で拭き掃除して、生の鶏肉をキッチンで調理した時はよくお掃除することもおすすめです。これね、今からまな板に移して切ります。塩麹を塗って一晩寝かせると鶏肉はすごいしっとりふっくら美味しくなるので、それもおすすめです。じゃあ、またね。バイバイ。